Cyclone! 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 Cyclone!
Let's go!
Sonic Boom! 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 S
マイク入ってます。あー、ごめんなさい。マイク入ってますね。こんばんは。2019年7月の5日。今日も四季のかぶせ道。先週と同じですね。3-on-3 ルールでやりたいと思います。今週はですね、先週とルールはほぼ同じなんですが、チームが、1P 側、ドカタ、セロテープ、カワシム、2P 側が、ギオウ、ハク、ヤマモトというメンバーです。ルールは前回と同じく、先週と同じくなんですけど、1人、従来制、1チーム従来制ですね。ごめんなさい。で、キャラは、自由なんですが、1プレイヤーで使えるキャラが1キャラのみ。1プレイヤーでは同じキャラは2回は使えませんというところ と、同じプレイヤーが2回連続で出てはいけませんというのが先週までのルールです。で、従来制だったんですが、今週追加ルールがあります。今週追加ルールが1つあります。相手チームに禁止キャラを設けれると。今日は2キャラを設けました。相手チームに禁止キャラを2キャラ設けました。というわけで 1P 側のドカタセロテープカワシムチームが禁止キャラが、DJ と、ダルシムとなっております。あ、でごめんなさい、この禁止キャラルールなんですけど、竜だけは禁止することができませんと。竜は禁止キャラにはできません。で、2P 側、ギオウ、ハク、ヤマモトと、このチームに関しては、禁止キャラはチュンリーとバルログということで、山本がごっそり削られましたとひどいルールですが、はいはい、そうですよね。というわけで、こういう形でやっていきたいと思います。 1P 側、あ、ごめんなさい、1キャラ目は、1プレイヤー目はかぶせということなんですが、1キャラ目だけは特に、決めてもらって、告知ですかね、告知で座る感じにしますということで、ちょっとすいません、じゃあこれ中立を保って大地さんに告知する感じでいいですかね。いいですか大地さん、1キャラ目だけ告知を1プレイヤー目だけ告知を聞いてもらいたいんですよ。はい、ただちょっとごめんなさい、うちのチームがまだ話してないので、はい、一旦開けます。はい、こんばんは、川島です。さあ、なんか変なルールですが、ライフは10個ですね。10ライフを、3人チームなんで、使うと。で、連続して同じプレイヤーは出れません。ただし他の人と同じキャラクターは使ってもいいと。なんかちょっと変わったルールですけど、試しにやってみたらそこそこ機能したんで、まあ多分ね、我々ぐらいのレベルなんで多分ちょうどいいんだと思うんですよ。はい、あのね、このルールで、マルチプレイヤーですか。はい、あ、そうですね。例えば、ヒロヤンとか、あ、何でも使えるタイプの人がやっちゃうと、マッツンさんとかがやると、そうですね、終わりますね。どうぞ始めてください。さあ始まります。さあ開幕は、誰かな。さあ、ハク君が剣ですね。セロテープさんがバルログ。さあセロテープバルログ対ハク剣。さあ始まります。さあ10ライフ、はい、さあステージは竜です。ちょっと遅めのステージですが、はい、これでもバルログの動きは早い。そうですね、ちょっと、まあ、しかし剣はワンチャンでバルログいけるんですよね。対象力があるから、うん、でダウンさせて半飛びから膝ではめれるっていう。これでもどっち勝ってもおかしくないですね。さあ、お、飛びが入る。さあ、足、引っ掛けた、引っ掛けた。あ、ここは打ち OK、ラッキー、バルログ側がラッキー。さあおかしな発言が、バルログが散らかしていって、このバルログを誰が止めるのか。いや、発見やりません、ね、ちゃんと大昇竜で今ダウン奪いましたけど、うかつに票出せなくなりますよね、そうすると。
まあでも基本あの地上でかなり強いんでガルログは上がなくても。そうなんですよね。もうお逃げたけどバック転していた。さあハックンが通り返して、まだイーブン、まだイーブン。はい、まだ早いぞ。あっと甘えた。今日が当たってくれた。でも裏完全に入ってましたよね今ね。さあ先出し昇龍、あーって光っている。うまい、できる。あできる、あの距離ですごいな。いやーコアコアレッパ行きましたね。さあ、2B チームの白剣が1勝ということで、続きをどうするか、まあ、あのルールによりセロテープさんは、次座れないので、おのずと土方さんか川島さんのキャラを出すことになりますが、まあでも剣なんで、剣なんでよほどじゃない限りフリキャラはいないはず。剣にすげえいけるのは誰だ。まあガイルでしょうね。すげえいける、すげえはいけないのか。あ、タイガー言った。これはタイガーだ。さあ、土方さんが S さん酔っている酔ってな、助けて、助かった。蹴ってやる、落として。さあ、上タイガータイガーが速い。やっぱそうですよね、使えるなら S サガーになっちゃいますよね。そうですよね。オッケー、アパカが入る。相当減ったぞ今。あっと、あの上タイガーにねジャンプ台系ね、あれがかなり有効ですけど、他には何もないと。おい、引っかかったが熱波が出ている。削り隠れちゃいがね、多分ガードしてても死んでましたね。やるなぁ、白剣強いぞ。飛んでいく、白剣が暴れていけるか、このまま。さあ、アパカ、アパカ相打ちだが、だいぶ減ってますね、剣側が。あー、やりきてる、危ない、やりたい放題だ。剣がやりたい放題だ。第6型さん、あっと、伸びましたが当てていく。さあ、なんか頼みくらい時間を使って、エロクリードを守ろうとしているのか。これでもタイガーうっかりしちゃうよりはガードしてた方がいいですよね。さあ、ジャンプ体験減る。あっと、相打ち危ないよこれ。またしてもレッパ出している。さあ、白剣2連勝。おっとここで川島準備、惜しげもなく相手チームの禁止キャラを使っていく。これはやばいぞ、川島準備いけるのか。マイクが、マイクが接触。押されているのは川島純理。さあ、飛んで投げる。投げがやっぱり厳しい。これに勝つのは、まあ、チュンリー有利ですからね、どう考えてもこれは。
さあ画面端からなんとか逃げたいところ、うまいこと脱出はできた。しかしなぜか対空している。おっ、勝利が引っかかった。ラッキー、めくりからヒット確認になった。いい昇竜でした。危ない。昇竜拳が下がり気候で戦列で削っていく。昇竜拳、さあどうする。 1P チーム、ここで一周してしまった。さあラウンドを終わってしまったので考えていただきたい。おっと、S 剣出していく。これはキャラ差が激しい。白、紅白の剣だが、やばいぞ、ねじ込んできている。完全無敵昇竜でねじ込んでいる。さあ届かない、謎昇竜。このキャラ、そう、投げ返しがない。投げ返しさえついてれば最強と受け身がないため、投げに弱いぞ。さあ昇竜引っ掛けていくが、裏から、ん、膝がいった。出っ歯か、いかない。まだ溜まってない、ゲージが見えてなかったか、まだ溜まってなかった。おっ、さあどうする。やっと波動拳を当てていく。さあ発見が4でしょ。今日卒業ないですからね、ルールは。もう出すしかないんじゃないですか、出すしかないんじゃないですか、得意キャラを。さあまずは色が違うが、かわしむザンギ。さあ、おっと、足払いさしていく。うまい、今のは差し返していく。そして着地を作る。大昇竜を見送った。さあなんとか強引に行きたいところ。おっと、ピヨってる。サダン、おっと、めくりからめくりボディからスクリュー。さあちょっと作戦会議いきます。
はい、とのことで先方発見を止めましたが、ちょっと被害がでかかったですね。意外とうまくいきましたね。お、はい、山モンドじゃなくて山本 S ガイド、山本ツッキーから S ガイド、ね、これはちょっと古典的な方法で週足サマーソニックができれば、そうですね、割となんとかなるかみたいな、本当座りした方が S 場がないのがちょっと怖いですけどね。はい、周りにラウンドハウスがあるよみたいな。ただガードしてしまうと当然のごとく座れる。さがみ大パン。さあこうなると1回相打ちでいいので、中足も早急あるに触れない。そうですね、大足食らうと終わっちまうんで。さあじわ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 、さあなんかカマプラっぽいことをしようとしたか。目の前で大足連打されるだけでちょっと合わせるのも勇気がいりますね。そうですね、走って、サニサニクガードしてしまう。なんと B、 おっと見せたか、8ガードしたが倒しのミス。お、ピヨって3段ができるのか。できない、できない、まあ、やっぱりだが、おいしい、冷静に行きたい。さあどうなる、あっと今バニシングミスです、ね、いや、大足が当たる、当たる。さあ暴れ読みだったんですが暴れなかった。いやーガードする、最後飛びをガードしちゃう。今しゃがんでたんですけど惜しかった。連勝のカワシムザンギに相手チームが選んだのハクキャミーかと思わせてアクガイル。さあうちのチームはキャミーは禁止してないので、さあめくりダブラリ、さあガードしてしまって方向してもバッチリ、アントミタコト。さあ壁に追い詰めている、なんかちょっと怪しかったがダブル食らってしまう。ワンチャンあるのか。さあ謎のサマーに1ラウンドで取っていくのが、サマーはきっちり、ちょっとアントミスったが、さあ2回転足払いは見てから相手を取れます。さあカワシムザンギ3連勝。相手チームはキャラの前になんか人が決まってるっぽいですね。うちハクさん負けた後山本さんでギオさんが良かったんですが、ちょっとギオさんの竜、そうこれね、あれなんですよね、かぶせ動向にこだわらずに思い切ってメインキャラで行った方がいいっていうのがありますよね。まあそうですね、ねえ、まあ、ただぶっちゃけダルシム禁止にしたんでキャミーでも良かったような気もするんですけど、そうですね、いやーちょっとまあそうっすね、まだ早いかな、早すぎた、いやー怖い、リオさん飛びますね。これはでも戦は、まあ、飛ぶのもそんなで悪くは、そうですね、あいい前ではありますね。危ない、さあ走っていってしまった、あ、おいしい、いや、行ったよ、ダブラリで、鎖骨をダブラリで返して、いや、めっちゃ暴れますね。どうしますか。
さあ入っていくのはハックモンド、完全なるかぶせだがさあ正面3ヒットでしたね。やっぱやり方ちょっと分かってないと、やっぱりそうなんですよね。ですよね、かぶせるのも実はそんなに簡単ではないのが。そうですよね、振り側もワンチャン全然ありますからね。ぐらいまで言われる組み合わせはちょっとほとんどないね。サガットダルシムぐらいね。そうですね、とはいえそこそこね。いや、それもダルシムで完封しようと思ったら実はそこそこ知らないと。そうそう、ダルシムできる人じゃないと。そうですね。さあ行ってるうちに、だが今回はおっとダブラリーねじ込んでいく。あっ光っている、今何か動いたっぽいっすね。できたらダブラリからの置き攻めだったんですが、これはあるのか。クライスキュリュー、ライスキュリュー、ダウン、おっとカマシム、先ほどから打撃はうまいんですが、ちょっとスクリューはめのタイミングがいまいち、ちょっとあれですね、多分早いんでしょう。さあ取り返そうと思うと本田がもう若干めんどくさい。そうですね、ためを維持してるから強いんであって、ためを解除しちゃうと、攻めるとっていうところですよね。残念ながらやることができる。さあ、だが、リードされている。さあ、うまいこと取り返したが、頭突き。さあ、なんとなく場に行ってみたが、いや、ハクモンド勝利。さあ、これは仕事ですよね。これは土方さん出番じゃないですかね。さあ、これは流有利な組み合わせだが、どうする？お、座ったのはセロテープ。セロ剣？セロ流？セロ剣。お、セロ剣。セロ S 剣。セロ S 剣か。さあ、セロ S 剣とホンダ。ハクホンダ。ハクモンドが。踏ませられて昇竜、これはきついぞ。ハクモンド、見送って、おっとオカマが入ったが、さあハクモンドランブが入っている。脱出成功。大井町から残っているが、おっ1人埋め込んでいく。さあ距離を離して波動作戦に乗り換えたぞ。さあ踏ませていく大会だが、さあ頭突きが刺さって、おっと止めたが、100張り手は止めたが昇竜。これいい勝負あるんじゃないですか。これぶっちゃけ難しいですよね。これ安い、だが美味しい、だが美味しい。うわ、これはもうこのムーブですよ。
キューさん困ってる。おっと、なんか着地した後にアッパーが食らったか。上体が食らう。なんかすごい上が当たる。おお、安いが大丈夫。激安の電動。いや、投げる、減る。いやー、大昇竜。あれ、多分しゃがんでから大昇竜一ドット二ドットだったかもしれないですね。なんかアパカを出してたので勝ったみたいですね。いやー、これは苦しい。苦しいが、いや、このムーブ投げられにいった。果たして、続きまして、山本さんの、お、え、そんなバカな、そんなバカな秘密兵器。いやいや、このいや、やっぱみんな、私もやっぱこの昇竜拳を破ることは可能なのか。おいしい。ちょっと実は 裏特訓してる説あるので、あ、昇竜、リバーサ昇竜を誘っていく。出す、出すか出さないかの勝負みたいな。出すのか。あーっと、これはあるぞ。あるのか。飛ぶしかねえといったところを飛ばれる。そしてリードしているのはセロさんのSKン。山本さんには何か秘策があるのでしょうか。これは待ち中継。あーっと、今のは電源になってたのか。ごまかしましたね。回してればもしかしたら。いや、なんだこのムーブは。おっと、走って、だがこの技はあんまり減らない。おいしい、ダブラリ。いや、ヒヤー、めっちゃ重て。なんだそれ、なぜかダブラリ。これよくやるやつですね。あの保険かけ落とし3つボタン押してダブラリが出るっていう。いや、いやー、残機の勝ちか。残機の勝ちだ。なんだこの試合。これはなかなかな絵面でしたね。これはのダーが来るか。おっと、ここでかわしむ歯ブラシ、かわしむ歯ブラシ頭。かわしむガエルはさすがに盤石か。歩いてけ、歩いてくんだ。歩いて台足を引っ掛けるしかねえ。いいぞ、出さないが、あー、ガードしてる。厳しいなこれ。なんか厳しい。出たこの2ヒット。ダイエットか、台足を刺すか。スカスカがきつ。いや、間に合わないんだよな、あれ。ザンギ回せず終わった。あと3つしかない。これは、これは仕方ないっす。だが最後まで諦めずに頑張ってほしい。これは仕方ないが、ワンチャンある。これはなんかいやらしい動きをしてくる。前そば、前そば、逃げそば、下がってそばっと、コパンで暴れて、全く離さないと思ったら急に離す。
これは硬い上に予測もしづらい。いやーこの2ヒットピヨって、あーっとこれはどうするんだ。ベガ、ベガ対ガエル、これこうつけがたいっていうね、ちょっと面白い組み合わせですよ。お互い無理しちゃう。ワンチャンでもあれですよね、ベガ投げキャラだからなしなくもないのか。そうですね、投げ間合いがベガの方が広いのでダウンを奪うと一応投げまで確定なんですね、ベガ側は。いやらしいことできますよね、多分。アントミタチを、アントミタチ中継投げとかは確定なんです。おっ、投げられている。ドラゴンスープレックスですよ、ね。そうですね、さすが。さあめくりと見せかけて直で投げる、拾っていく、お手玉3発。さあ、ここからがベガがちょっときついところ割っていく。2発刻んだのでサマーが溜まってましたね。単発からだとサマーも溜まらないので投げられる。さあ歩き投げ調整としたが外野手を動かされて、サマー勇気を出して、さあめくっている。これはかわしに動きやった。めくっていないか、めくっているか。さあギオさんがもう東軍残るところあと2人ですね。じゃあギオさんがあれをですね、さんがエスニョロニョロ。さあ、1、2、3、4、5、6、まだいけんじゃないですかね。え、まだ9ライフ、8ライフなんで9人目。はいはいはい、ギオさんが9人目。次はもうハクさんしかいないですよね、そうすると。はい、え、山本龍よりはハクさんですよね。さあギオ、ただギオさんのエスケンが勝つことを祈っていたい。俺これはギオエスケンが大暴れして、そうですね、三立て、我々の出番なく終われることが、そうそうそう、好ましい、好ましいっすが、いいぞいいぞ。あー痛い。いやちょっと冷静にいきたいところ。もう踏ませて、あーっとちょっと丁寧にいきすぎたか。あ、さあまだ1ラウンドあるのでここは仕切り直しで。どうなるんだ。ちなみに私まだ本日キャミを一度も触っておりません。あー山本もですよ。どうなんだこれは。山本も禁止キャラなんで。あーそうか。いや美味しい、間に合う。おーいいよ、あるぞあるぞ、あるのか。美味しい、ダブ様見送った。さあ冷静、ガードの昇竜で切り返す。ここは丁寧にいきたい。あ TBS、 TBS からここで歩きすぎた。3、前に歩きすぎた。4、5、6、7、首がこんなになって7 意外と7ライフですよね、 HP は。8番手はお、ドカタリュウか。これはドカタさん、あれドカタさん何あるんですか。リュウ、メインのリュウさん。あ、温存してたんですね、リュウね。なるほど。しかしあドカタさん茶色でしたっけ。そして
人目8対8人目対9人目の戦いですね。これは土方さんに求められるスキルは普段やらない相手との戦い、真空ぶっぱですよね。これはどうなんだ、あっと土方さんは上が出る、ドパンで落とす、おっと前足差していく、感謝で大足払い、いや減らない、投げる、おっと義王エース剣大暴れか、結構好き勝手やってくれてるぞ、まあ、エース剣の性能がね出せればこう、まあ、そうですね、荒らせますからね、だいぶ上は出るぞと、カンパスエース大波動剣ファイヤー当たると痛いが大足体育うまい、きっちり落としていく、落としましたね、あーっとスカル、これが痛い、おっとフック昇竜が、フック昇竜はめちゃくちゃ痛い、これで一気に減った、あ、ダイヤシーまだあるか、あーっと昇竜引っ掛けた、ちょっとね、エスケンの昇竜はね前に出ちゃうんで、そうなんですよね、空振って差し返したり投げ返そうとすると食らうっていう、そうなんですよね。さあここで9球、お互い9じゃないですかね、9人目のセロテープザンギエフか、どうなんすかね、お出たセロテープザンギーが入っていく、あれさっき緑のザンギー使ってる人いませんでした、使ってる人も、あれちょっとこれカーシムさん、相手の最後のキャラが分かんなくなりましたね、これカーシムさんが何を使うのか不明ですね、これ、そうですね、それによってはちょっとキャミーの、あ、分かってきたぞ、分かってきた、多分カワシムホンダですね、これはカワホンダ、これカワホンダ、みこしのカワハクダル、あ、これカワホンダ、カワホンダ、みこしのハク DJ あるぞ、お、ハク DJ あるか、さすがに、いやでもセロスさん DJ 戦うまいので、やばい、ここはギオさんになんとかして勝ってほしい、そしてカワシムホンダを倒してほしい、大丈夫、いける、ギオさんならいける、ギオさんがここで大足は迂闊に振ってはいけない、おっとちょっと待って、痛い、出してナイス昇竜、関わない、離れて離れて、だだだ走ってきた、うまく逃げたがダブラリー、さあここで 2P 側最後のキャラ、最後のプレイヤー、ドライブで削っていく、いや今ダブラリーあれね難しいんですけどね、よく当てましたね、あれ、はい、あれ俺もねやろうとよくやるんですけど、ヘイロンとかにやるのと一緒で、はい、離れてダブラリーやると、うん、昇竜枯れる、ヘイロンだったら支援弱出たところ枯れるんですけどね、キャミーのおクローさんが取り出し、おっと弱ん弱 P 弱 K から繋がってるんですね、コパン壊しスクールでしたね、怪しいコンボだ、キャミーのキャノンスパイクをねダブラリーでこう一方的に狩るのってすげえ難しい、そうですよね、前に出てきますからね、読み勝ったと思ってダブラリーこうやってるとなんかキャノンスパイク上の方でペシッって当たるんですよ、多分頭に当たってるんですよね、ザンギのはダブラリーは手が当たらないで先に頭当たる、おっとフーリガンがはいスピンドライブ削っていく、いやセロッハクキャミー勝利、さあ 1P 側もついに最後のキャラ大将戦にもつれ込んだ、意外とこれいい戦い、
さあくしくもキャラ構成は先週とあプレイヤー構成は先週と似たような感じ。そして入っていくのはカワシムホンダ。これはガードしてる。おっとスパイラルの上をドスコイでくぐる。キャノンスパイク見えている。割れなかった。おっとドス大一応今投げ空中投げか。あーごめんなさい、大一応じゃない、100巻です。100巻を空中投げ、やばい、ピヨっている。うわーっときっちり3段さあさあ 2P 側のハクキャミー勝利ということで、一旦ここで従来戦は終了。さあ審議の時間です。さあ延長戦ということで、2ライフ追加されました。お互いに2ライフ追加で10ライフ制は終わりましたが、プラス2ライフで入っていく HP 側はセロモンド。セロモンドってことはしかしハクキャミー結構ホンダ戦もできるっぽいぞ。いい動きしている。さあめくっていく。さあキャミーに勝てるキャラで挑んだはずだが、逆にピンチな感じがしてきたぞ。さあなぜかスピンナックルが出てたので、おっ大一丁で締める。さあはい、今張り手が出なかったのか。おどうすこい後ろから大 P が入るんだ。あれはやらしいっすね。さあさあコンボが入っコンボではなかったが
食らってくれた。さあ入っていく。さあ最後のキャラクターは、お、カワシムバイソン。カワシムバイソンやばいだろう。さあおわ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 やってって、さあゴチゴチして、さあダッシュアッパー。さあ1ラウンド目はカワシンバイソンだが、つなげていく、つなげていく。さあじりじりとして、おっとフーリガン届く、フーリガン届く。今のはさあ最後のラウンドになってしまうのか。おっと事前に止まってしまった。さあカワシンバイソン勝利で、さあ入ったのが、2P 側はギオ DJ。 あるのか、あるのか、ある。たまりですからね DJ ね。おっと短波、おっとしっかりガードしているクレイジーはジャック。スラスラが刺さった。あるぞギオ DJ、 ギオ DJ 今までの中で一番安定感ある気がする。隠れたメインキャラ。さあゴチゴチきた。肘が強い。さあヘッド、危ない危ない、漏れていた、マシンガンが漏れていた。クレジーが突き刺さる。お、ここは冷静にスラタイク。さあゲージがあるので気をつけてもらいたい。あー伸びる、パンチが伸びる。さあカシムバイソン勝利で、さあ続いて入るのがハク DJ。 ハクさん DJ もちょっとやってましたからね。しかも2人とも同じキャラ、同じカラーの DJ。 おっと短波、
危ない。うっ、うまいことカーニバルを当てたところだが、結構な体力差。おっと、歩きゴチゴチしていく。さあ、投げる、裏から投げたが、ジャック、ちょっと飛びが重なってない。飛びが重なってない。あっ、しゃがみ中パン対空が出る。さあさあ、勝ったのは HP 側、残念。もう出せるキャラがいない。バイソンに勝てるキャラが、そうっすね、今日はこの辺にしておきましょうか。いやじゃあとりあえず今日はこういうところで、優勝は HP 側、土方さん、セロテープさん、カシムさんと。はい、そうですね、先週に引き続き、はい、土方セロテープ川島チームが、なるほど、2連勝、なるほど、このチームに勝てるチームあるのかと。そうですね、続々エントリーをね願いたいところですね、はい、最強チームですからね、はい、続々来てくれるなら普通にね、はい、そうですね、今日はかぶせ道ですかね、かぶせくん、かぶせくんか、そうです、四季、はい、のかぶせくんということで第2回ですね、はい、はい、かぶせてかぶせられて、そうですね、そうですね、かぶせるキャラがいなくなった方の負け、そうですね、今日もまあ見てみるとなかなかのかぶせっぷり、そうですね、ちょっとでもかぶせる側もちょっとちゃんとやっといた方がいいなっていうのが今日改めて、そうですね、わかりました。ある日いきなりかぶせても別に勝てるわけじゃない、そうですね、どうでしょうね、その使用キャラ禁止を決めるのは、先週は決めなかったんですけど、1キャラぐらいにしといていいんじゃないですか。なるほど、そうですね、2キャラはきついっすよね。まあまたちょろちょろ考えていきましょう、はい、そうですね、はい、じゃあ、今日もありがとうございました、ありがとうございました、お疲れ様でした、お疲れ様でした。
これ今やってんのは、セロテープチュンリー対ハクリュウですね。リュウがハクリュウ、セロテープキャミー。ハクね、ちょっといろんなキャラ触って、まあ結構レベルも高いレベルで動かせてると思います。で、これはあれですね、あまり大きな差はないカードだと思います。あっても6-4ぐらいは、そんなにチュンリーが大幅に有利とは感じじゃないですけど、どうなんでしょうか。セロテープチュンリーは開幕、気候圏飛ばれて、さあ、気温なかったのは続いて。さあ、アントビー、ああ、騙された。あっと死にかけの飛びのコンボミスって逆に死んだ。セロテープフォーク、エスフォークにしたかったみたいですね。出なかったらしい。パン使って、あはは、ダイヤシュー。おー、これはうまい。これは死にかけた。昇竜出したのは相打ち、はい、セロテープフォークいけるのかな。昇竜出る。さあめくり決まって、4だピオリ。さあここは欲張った格好をつけようとしたのか。さあこういう場合は死ぬことが多いです。ああ昇竜出ました。開幕トップスピンで逆行って、さあガード、あー当てが近い。さあ中足で押し返して、あーここは昇竜食らって、あーできる。さあボタンを押しているように見えるが、そこで回す。さすがザンギースカイですね。さあ割り込みポイントを知っている。さあこれに対してハック君、もう一度竜、リベンジ。
タッチキック、それっぽいですね。あっとゴンドル、ここパンからはできない。さあいいですね、歩いてチラシ刺しに行くのはかなりいいコールです。あれに勝つにはなんだろう、しがみ中キック、相打ちとかになっちゃいますね多分。さあ昇竜ファンからスクリューが不安定、不安定、不安要素満載なので今振りに行ったところ勝利を落とされてパチコキック今度はさあ中大ファンから下がって弾きに行ったが、さあ勝利へ割って、さあ中間中足バイクドローケン、まあ、ここはできない、しゃがみから回すのが結構難しいんでね。あセーフからの逮捕。開幕大パンめくり、あれ中キックだと多分当たるんでしょうね。さあどっちにいるかわからない。さあ昇竜逆転、さあ今度は中キックでめくりにいく。さあちょっと遅かったがここはダメージ、勝利逆転だ。いやーここはセロテープさんがコントロールダイブミスったところから昇竜おかわり入れてましたね。さあハックたまらず BGM 出しました。さあ今なんかスラキャンですね。さあスラキャンをやってます。さあスラキャンやったこれで俺のようですね。マシンガン暴れてなんとか回避、さあジャックさあめくりに行く、ね、結構めくりに行くとあそこのコパンコパンのところに割り込まれて、ね、回されることあるんで結構危険なんですね。強い DJ 使いになればなるほどフォークには触りに行かないことが多いですね。さあセロタン、セロタンがミスったところ、さあ壊しる、あっ、はい、さあ大ジャック最後中ジャックちょっと当たりがギリギリでしたね。さあたまらず勝利を出したところ、さあめくりに行く、パンポパン中もう一回、あー回されて大きい攻めはどうするのかな。さあ大パン、さあここはなんとガードして回してましたね。さあガードシールで、うん、今一瞬回してましたけど回せてなかった。さあ死ぬまであるわこれ、あー投げるほいっ、開幕大パンと大足相打ちで、さあここはジャック間に合わない。さあここはセロさんがミスったところ、さあ垂直チューチューピヨル、あピヨンない、まだピヨンない、あー回してる、さあどうするマシンガンでしたそこはセロさんはあれですね、昇竜だったら勝ってましたね。そうなんです、そうなんです。さあセロさんはさあなんと圧倒的に不利なブランカ、2バラン、さあ危ないよ、今めくり入ったら死んでますよ、怪しいぞ動きが、しかし体力削っている、呼ばれまくっている、なんか変なの漏れたぞ。リバーラン刺さって、さあ中盤から大足、さあ投げれる、あれは多分 DJ は何だろう、壊しゲッタ、しゃがみコキック連打とかでいいのかな、なんだそれなんかすごい連携入ってほしい。はい、前ジャンプ、かみ合ったのもブランカの
ノグランか。さあリバーライン読まれている。振りに行くガード。結構ねブランカにこう DJ 側が置き攻めされてたらめんどくさいんですよね。さあなんか下げて、さあ表、相打ちかと思ったら一方勝ちでしたね。開幕大パン中足スラーバガード。さあ飛びはイワスラ当たってしまって、さあさすがにきつい。さあ垂直コパンにリバラン、あっとミスったが、まあなんとか、あーここは頑張る。コパン連打、マイジャンプ、コパン壊しマシンガン前から入れようとします。さあのしゃがっちゅう DJ のしゃがみ中間ね、あれきっついですよね、ブラッカーがね。神に行ったところ飛んでいきました。さすがにブランカーきつかったですね。さあ次はセロシムか、セロバルドガルドグは DJ 結構やられちゃいますよ。サガット、まあ、DJ サガット DJ 側がちょっと有利ですが、まあ、サガットがかなり難しいですね。まあ、あえて難しいカードを選択。さあ思い切って下台が打った。こうやって DJ がなんとかいなしそうとしてて、球を結構ガードしたり当たって体力削られて辛い戦いになること結構多いですが、一回こうやって画面端になっちゃうとね、圧倒的に下がったら不利になります。ここは打ち、さあまだ嫌な距離ですよ下がっては。さあここはジャッシュ、あ、今大ジャックや、大ジャックの足も上タイガー、下タイガー、下タイガー、上タイガー、下タイガー、下タイガー、さあ上タイガー打ったところを大足、さあ落としてランを逃れたが、さあここはスライディング、やはり下がった辛かったようですね。スラキャン大ジャックでしょ。開幕スラキャン大ジャック。俺も開幕あの上タイガー読みとかで決まってます。さあセロテブリュウ。あれ開幕系安らね、波動と結構打ち合いになると負けるところを結構見ますけど、もうヘルなスライディング。さあスパッとエブリー。安定の7ヒット。勝負です。さあなんとか前を離したいところだが、引き迫に竜なのに昇竜拳でしたよ。すごいそうですね、波動ですね、波動が安定です。中間波動もしくはガード、真空はガード、マイナップ台形届く。さあここは昇竜で暴れて、さあ踏んで、しかしまだ死なない。さああと2ロットある。さあこれは死ぬ、あああれはもう1回立ちガードして、立ち床でビシッと落とすと決定でしたね。ちょっと焦ってしまったか。さあ波動拳スライディング見えてるのか、おっ、ショートに置いた、それ、剣の当て方なのかもしれない。おお、勝利出てる、さあ、めくり竜巻、さあ、スライディングめくりで、あー、めくりでいけなかった、さあ、これは、
スライディングで近づいて降りたところに、中パンソバット、多分ね、マシンガンはつかる前なんで中パンソバットでダウン取ってもう一回めくるっていうのがいいですね。中パンソバット着地ツーヒットで、ダウンが一番いいです。まあ、スライディングダウンがいいのかもしれない。で、やっぱダウンを取った方がいいっていう。さあ、ここハックはちょっと。寄らない。でね、大パン、小艇から飛行剣ができると、飛行剣入ればこう、ほぼ強い。ジャンプ中キック中足ダイヤ剣